はい、無事。よかった。無事終わった。とりあえず安心です。でもうこっから私は夏休み、イエイ、満喫するぞ、楽しむぞって感じで。そうでもね、そうお友達がね、まああとこういう状況もあり、感染者数もねちょっとどんどん伸びてるので、あんまりそのはちゃけることはできないんですけど、まあ限られた中で楽しめたらなと。そうあとさっき友達とか言ったんだけど、友達がね結構みんな今濃厚接触者だったりするのかなだったりね、いろいろあるので、そうだからちょっとお友達とも会いにくい状況なんですけども、うん、お友達っていうのがまあメンバーのことなんですけどよくね話してるお友達だね。そう結構ね今大変なので、まあお友達みんな体調に気をつけながら早く元気になってもらって、うん、私に構ってくれたらなとそう会いたいなと。うん、しょうがないです。はい、あ、今日のヘアスタイルか、ありがとう。いつもと変わらんけどねいつもと変わらんけどね。そうでも前髪が今日はいい感じ、なんか長くなってきて、今日前髪切ろうかすごい悩んでるんですよね。どっちがいいですか？こっちの方が大人っぽい感じに見えるのかなみたいな。前髪分けちゃうのかな、分けることになるんかな、どうなるか。でも今日ちょっと切っていくかこのまんま行くかで悩み中で、それかも明日いろいろやって様子見てもう切っちゃうか。そうどこでも私切れちゃうから、ハサミあれば切れるので、前髪自分で切れるからね、悩む。あでもまあ切った方が若々しいよって。でも私顔がさだんだん年々幼くなってってるねって言われるの、だから伸ばしてもありなのかなとか悩み中。前髪自分で切ります。だって前髪のためだけに毎週のように美容室行けないから自分で切ります。いつもあと自分だったら失敗してもさ自分のせいだでね落ち着くしね。舞台の役的にはねどっちでもありなんだよね。まあ、舞台は絶対切ろうかなって今のところ思ってるんですけど、まあ、顔もよく見えるだろうし前髪切った方が。そう舞台に合わせて前髪は1回切る予定なんですけど、明日の朝早い理由のやつですそう明日なぜあんなに早いのか、そうちょっとそれに合わせてどうしようかなって思ってます。確かにちょっと切っていこうかな。そうなんかね今はね長いの楽しみたい気もするんだよね。めちゃめちゃ悩む。スイカありがとうございます、かわいい。スイカまた食べたいな、スイカまた食べたいな。今日
問題のなしね。あ、こっちの長い髪は切らないですよ。前髪の話です。こっちの長い髪は確かにもうちょっと切りたいんだけど、ちょっと今よく行ってる美容室が予約が取れなくてちょっと行けないので、予定があと合わなくて行けないので、でも今月一応ね予約は入れてるんだけど、その日にちゃんとその時間に行けるか分かんなくて、だからねもっと伸ばすかも。でも切りたい。こんくらいまで行ったら短すぎるかな。髪の毛切りたい欲が。でもここまで行ったらさ、さすがによね。どう？癖が出るかな。でも今でもそんな癖出てなくない？まとめにしてるから。こんくらいまで行きたいけどね。舞台終わったら、多分舞台はね今のまんまだからさ、確かに、切りたいから、まあ舞台終わっても切りたい欲が収まらなかったら切るね。まあ、その前に事務所にも相談しなきゃだけど、染める予定はない。今回の舞台でなんか染める役来ればいいなとか思ってたんだけど、ちょっと染める感じでもなさそうで ちょっとショック。そう、セリカがさ一気に抜いてたじゃん、髪の毛の色。そう、あんくらいまで行きたかったんだけど、ちょっとそういう系の役ではなさそうで、ああちょっと今回は無理かなって感じです。いやー染めたい。でもやっぱ一回その髪の毛の色抜いて染めたりしたら、何、毛質が戻らないって聞くの。そうだから、そう、抜くのはやっぱまだ抵抗ある。でも抜きたいとも思う。でも一回抜いちゃったらやっぱもうね、なんかそう、髪の毛の感じが、そう、ブリーチしちゃったら戻らないって聞くんです、本当に。だから悩む。ね。まあ髪の毛は。でもね、本当になんか気持ちに左右されてさ、その時だけの気持ちで切っちゃったら本当に後で後悔しちゃうんで、あと舞台終わるまでこの気持ちが残ってたら切ります 切る予定でいます。あ、フルーツサンド食べました。はい、すごい美味しいところがあって、あとそうですね、今日の公演、そうだそうだ、劇場デビュー7周年です、今日で。やった、懐かしいね、7年前なんだっていう、もう早いなって思います。で、劇場公演がなんだ200回まだ行ってないんですよね、多分私200回行ってなくて、出演数が。そう、7年間で200回行ってないんだって逆に驚きなんですけど、そう、でもまあ多分そろそろあと3回とか出たらもう200回行くのかな。そう、そろそろ行くのでね。7年前は13歳。記録更新していきたいなと。あとなんかこれからもやっぱ劇場ね、立ちたいなと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。あとやっぱ劇場好きなのでね。
いい場所だなって思います。アットホーム感って言ったらいいの？今はね20歳今20歳、そう13歳の時に。でも13歳って言ってもまあなんて言ったらいいんだ、中1の年だから、そうまだ12歳の同い年がいるぐらいの時。そうそうだね、そう考えたらさ、デビューしてすぐ夏にもう劇場デビューしてるんだよね。早いよね、エイトって。うーん、私のファンの方結構劇場でファンになってくださる方が多かったイメージなんです、デビュー当時から。そうだから私的にも劇場は特別な場所なので、そうこれからも大切にしていきたいなって思います。うん、一番最初の思い出は、一番初日の思い出、初日の思い出、7年前のことすぎて覚えてないな覚えてないな、なんか覚えてる人いるかな。でもなんかそんな大きい事件はなかった記憶です。でもパーティー公演だったんですけど、一番最初の公演、そのパーティー公演は合宿してやったんですよ。そう合宿して、その前に多分10年桜のネモースの、ドキュメンタリーみたいな感じのやつがあって、でそれ終わりでパーティー公演の準備に入ったんです。だからすごいね大変だった、思い出。そう延長でやったのよ。そうネモースの合宿やって、でそのままその場所でパーティー公演の合宿もやってみたいな、結構怒涛でその時。そうなんか合宿で落ちたとか受かったとか悲しむ暇もなく、すぐもうパーティー覚えないとみたいな感じでした。で先生も結構ねズバズバ言ってくださったので、懐かしいなと。やっぱなかなかパーティー公演の時が大変すぎて、会いたかった公演の時なんかすごくやってて余裕があったんですよね。やっぱパーティー公演の時はなんかやっぱ先生もすごい言ってくださるんで、まずね、こんなやってたらね、なんかだんだん先生にズバズバ怒られたりとかする機会もやっぱ減ってくるので、懐かしいなって思う、めちゃめちゃ。そう初心を忘れずにだね。やっぱ怒られることは減るね。そうだな。懐かしい。
あと出張公演やってたじゃん、デビューした頃。それもね、またやりたいって思う。やっぱね、あと後輩メンバーも先生からもっとこうした方がいいとか言われてるところ見ると、なんか、あ、私たちもデビューした時 言われてたなーって思いながら 見てましたね。私ね、若い時本当にメンタル丈夫だった。まあ今も丈夫なんですけど、本当にね、ステージに立てる、楽しい、東京だー みたいな すごいメンタル強かったんで、なんか、わーわーみたいな。わーわーみたいな、すごい若かったので、そう、ほんと、今思えば何も考えてなかったから、そうね、メンタル強いんで、そう、怖いもの知らずだったんで、全然大丈夫だった。逆に嬉しいって感じだった。毎日レッスンあって、忙しい、嬉しいみたいな、そういう感じでした。無敵だったと思う、いろんな意味で。だなと思います。まあ若いって強みだなとも思うね。てか、ね、まだ何も知らないことが強みだったのかもね。ですね、懐かしい、懐かしいね。で、今日さ、ツイートするときに何か昔の写真、そのデビュー当時の写真を載せたかったんですけど、ちょっとね、稽古場に行ってメモリー、そのいろいろ入れてるやつも持ってってなかったんで、そう、貼れなかった、昔のやつ、昔のなんか写真。そう、昔の写真載せようと思ったんだけど 探せば出てくるじゃんって。でもね、そういうのをね、添付するのはね、あまりよろしくないので、そう、やっぱね、表に立つ人としてね、そういうところはちゃんとしないとね。そう、でもその代わりに本当みんながいろいろお祝いコメントと一緒に昔の写真貼り付けて応援してくれてるので、だから保存した みんなが送ってくれたやつさ、保存した、保存してる、見てるよ、見てるよ。そう、嬉しいと思って、せっかく作ってくれたんやと思って。まあツイッターとかね 見たよ、みんな見たよ、送ってるというか、みんながツイートしてるのを 見て回って画像作ってたら、そう、嬉しいなと思って。
ね、ありがたい。ドボン、あ、今日ドボンしたよ。当たった人ありがとうございました。何人か本当ミューファンの方にも当たりましたよ。そう、びっくりした。何時ぐらいだったか、もう時間感覚がさおかしくなるんだよね。ちょっとあの室内いると、外の光もさ特にね分かんないし。いつもコメントしてから、でも今日は結構20分とかやってたよ。そう、なんか稽古の空き時間とかにやってて、そうタイミングちょっとなんか空くなーって時とかにやってて、そう、だから何時だったっけ、でもね 5時以降だったかな、17時、5時ぐらい、ほんとそんくらいだ、15時から6時ぐらい、その時ぐらいやってましたね。ね、でもまあみんな仕事してるよねその時間っていうね。うん、明日もなんか移動時間とかやろうと思ってるよ。うん、なんか携帯2台欲しくなる、ドボンしてたらなんか1人で2つプレイするとかそういうことじゃなくて、あのやっぱドボンずっとしてたら連絡と返信とかさ、なんか確認とかさいろいろできないじゃん、そういう資料見れないから、なんか2つ欲しいってすごく思う。わかるね。ね、ドボンね、夜はね、夜しない、寝るのに専念してますだからみんなもしっかり休んでください。そうそう、あと20、そう24時以降はねメンバーできなくなった。で朝5時からだっけ、朝5時までできないんですよ。夜中、夜24時から次の日の朝の5時までできないので、そうで朝の5時から多分できるのかなメンバーは。そうなんです。あ、今日入からする時間がもう6時から、5時からじゃなかったっけ、6時からっけ。でもなんかそういうねちょっと時間があってね今、何歌おっかな。これ歌おうかな。じゃあそれでは聴いてください。めっちゃ夏っぽい曲。それでは聴いてください。なぎいち。あ、ごめん。ミスった。待って。ミスったミスった。パーティー公演にかけて、ちょっとそういうのにしよう。パーティーが始まる理由あるよね、多分。
うん、パーティーが始まるよ。赤サタナハヒフ、ん？赤サタナハヒフヘホダメだ、待って、日本語ができない。日本語ができない。パーティー、パパパハ、え、ないないわ。じゃあパーティー公演の人は？クラスメイト。クラスメイトもないよ。ってことで、じゃあさっき歌おうとしてたやつを歌います。それでは聴いてください。夏らしい曲です。なぎいち。海のその青さ、空まで染みる散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れて、半端ない太陽を照りつける光と影、どこが熱いかとか見当つかない、どれくらい思えば愛しさを形にして、あなたまでちゃんと伝わるの。友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離さ、いつの日にかきっとわかる。めっちゃ夏らしい曲でした。じゃあランキングアップいきたいと思います。あ、タワーかな、科学先生、タワーありがとうございます。じゃあ13位から読んでいきます。ガチャさん、13位おめでとうございます。そして12位がラミちゃん、12位おめでとうございます。そして11位がイーグルイーグルさん、11位おめでとうございます。そして10位が、ちひろさん、10位おめでとうございます。そして9位がしまやんさん、9位おめでとうございます。そして8位がなべパパさん、8位おめでとうございます。そして7位がたかさん、7位おめでとうございます。そして6位が星侍さん、6位おめでとうございます。そして5位がリムさん、おいちゅっかえよ。そして4位がヌーコッパ、サビちゅっかえよ。そして3位がクックさん、寒いちゅっかえよ。そして2位が星ザゼロさん、2位おめでとう、イビちゅっかえよ。そして1位がパダエバッチシイルイチュッカエヨ、ありがとうございます。じゃあワッチャか、ワンチャ間違えました間違えました、ワンジャでした。
ありがとうございます、教えてくれて間違ってました。はい、じゃあスクショタイムいきます。はい、チーズ。ワンジャンってどういうこと？ワンジャン、あ、王子ってことか。あ、海の王子、なるほど、お姫様じゃなくて、ね、はい、じゃあスクショタイムいきます。どうしよう、ポーズ、私のスクショはちょっと終わったんで、次は写真撮影だ、どうしよう、うーんありがとうございます、あ、もう一回、はい、チーズ、はい、以上、ありがとうございました。나는건조해요건조해요はい そう、私はお姫様だよってちょっと言ってました。はいでもちょっと発音が違ったみたいです。はい、じゃあ今日これにて、え、7が逆だって、こっちか、やばいやばい、時間が、もう一回いきます。はい、チーズ、はい、ありがとうございます。はい、劇場7周年、私の劇場デビュー7周年、8周年目もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、おやすみなさい、しっかり休んでください。じゃあじゃあ、オラタリサードカーワンガン、おやすみなさい、またね、おやすみー。